皆さん、こんばんは。シューです。えー、この回は、えー、お約束した通り、こちらをご紹介していきます。えっと、サンマーティンですね。の、えー、一番新しく出ています。SN0111T というモデルになります。まあ、いわゆるサンマリーナとかいうような、いわゆるその、まあ、ダイビングウォッチのオマージュですね。で、 こちらはこの前もちょっとね、いろんな形で載しましたけども、す、え、べ、ー、てチタニウム出てきてます。チタン製です。なので、えー、どういう感じなのかをまたご紹介していきます。ちなみにこちらは、どっちかっていうとディープシーに近いものといいますか、300メーター防水です。で、なので、こういうところにね、バルブがあります。 なので、300メーターも防水です。で、基本を言っていきますと、えっ、ー、とね、ケースが40ミ、mm、リで、ケース圧13ミ、mm、リです。で、ラグが20、mm、ですね。で、すべてこういうところ、ちょっと猫ちゃん泣いてますけど、バックルもすべてチタン製でございます。 で、こちら、ベゼルがセラミックです。で、これね、ちょっと画像で見えるかどうか、どういうふうにしていいかわからないんですけども、これね、プリントではなくてちゃんと彫ってるんですね、セラミックに。もうちょっとしたらわかりやすいのかな。これね、ちゃんと彫ってあって、すごくいい作りです。で、ここにね、TC4。 オートマティック300メー防水って書いてます。あのね、今日届いたんですけども、一番最初にびっくりしたのはやっぱり軽さです。めっちゃくちゃ軽いです、やっぱり。あの、僕、チタンの、オールチタンの時計をね、もう一本、あの、ティームリコールっていうのを持ってるんですけども、あちらはね、ケースが、とまあバックルだけなんで、いわゆるその、ブレスレットの部分はこういうものではなくって、 あの、ラバーのブレスレットなんですね、もともとは。なので、あの、そこまで、まあ、軽いのは軽いんですよ。でも、そこまでその感覚的に違いがよくわからなかったんですけども、コールのね、ブレスレットもま、こういうタイプのね、ブレスレットなので、もう重さめちゃくちゃびっくりしました。めちゃくちゃ軽いです。なので、あの、300メーター防水のシードウェラーとかになってくると、 かなりごつくって重いですよね。僕、あの、シードウェラーーね、も、昔に持ったことがあるんですよ。なので、重すぎて、僕の腕には全然合わなくて、結局売ったんですね。なので、あの、この300メーター防水でこういうバルブが入ってるもので、ちょっと心配だったんですけども、これはね、びっくりするぐらい軽いです。で、実際に、これ重さが105グラムです。だいたい35グラム程度。 えっと、他のダイバーズとか比べて違うんですけども、このね、35g ぐらいの違いってものすごく大きくて、あの、高が 35g って僕もちょっと思ったんですよ、最初。あの、スペックを見た時に。でも、実際に持つとえ、全然違います。めちゃくちゃ軽いです。なので、これはめちゃくちゃおすすめです。あの、僕16.5っていう結構細めのね、手首をしてますけども、 あの、今日ちょっとね、つけたりとかしてたんですけど、重さ全く感じません。なので、ダイビングウォッチ、まあ、こういうバルブがついてる300メーター防水クラスのもので、つけたいけど、あの重さが嫌だとかいう方には、ものすごくぴったりくる時計だと思います。で、えっとね、120クリックのベゼルで、もちろんスクルーダウンでスクルーバックのケースになってます。で、こちらも、こういう、 いわゆるマイクロアジャスターがないサンマーティンの新しい方のブレスレット、バックルがついてきます。で、このバックル、こういうところのプッシュボタン、ここですね。で、あの、サンマーティンの社長が言ったんですけども、このロゴ、ここまで全部チタンなんだそうです。なので、とことんチタンにこだわって作ってらっしゃるので、非常に軽いです。で、 えーとね、ちょっとね、仕上げを見ていきましょうか。これね、全部ね、ヘアライン仕上げなんですよ、ブレスレットは。全部です。ヘアライン仕上げです。で、ケースも、上から見えるところは全部ヘアライン仕上げになってまして、ケースサイドもね、ガツガツのポリッシュじゃないんですね。これ、ちょっとヘアラインっぽい仕上げで、 リューズガードだけポリッシュです、これ。ちょっと見えますよね。もうちょっと寄せてみましょうか。こんな感じで。他はほとんどヘアラインなんですね。で、ここのケースの角もポリッシュになってます。で、ブレスレットのサイド。ちょっとほ見えますかね。もポリッシュ仕上げです。 こういう感じの、よいしょ、ポリッシュ仕上げになってます。あの、ちょっとね、この、バス、ブレスレットに関しては、例えば真ん中がポリッシュが来るとか、いう感じに、ちょっと僕の頭の中で思ったので、えー、来た時にちょっとびっくりしました。あの、こんだけ全部ヘアラインのこういうブレスレット、なかなかないようなちょっと気がして、あの、前ちょっとね、 あ、けど、これもそうなんですけどね。なんかちょっとね、やっぱりなんていうのかな。ステンレス、こっちステンレスですね。316の L ステンレスなんですね。で、こっちがチタンなんですけども、色自体はもう少しね、グレっぽい色なのかなと思ったんです。そこまでグレっぽくはありません。ただ、このヘアラインの仕上げね。なんかね、こっちの方が、やっぱりチタンの方がちょっと、なんていうのかな。あ、粗い。 ヘアライン仕上げに見えるという感じがちょっとします。ただ、あの、いろんな YouTuber さん、僕がすごく信用してる I like watches っていう方の YouTube の方もおっしゃったんですけども、あの、サンマーティのブレストって本当によくできてるので、この辺はね、わざとこういう仕上げにしてるんだろうなと思われます。なかなかかっこいい仕上げです。なんかこういうとこってこう、ツルツルっとしてるとこう、 なんかこう指紋がついたりするの僕結構嫌いなタイプなのであのなんかこういいなと思って今日一日ちょっと眺めてたんですけどもで、ロゴのこの部分に関してはポリッシュなんですねロゴのこの周りとこのクラウンとこのこれですねクラウンガードに関してはポリッシュ仕上げなかなかねかっこいいです あの、なんだろう。これはね、買って絶対損はしないと思います。で、値段的なことなんですけども、えっと、これがね、PT5000 という、まあ中国製のエンジンを積んでるもので、僕は選択してます。もう一つ選択できるのが SW200。まああの、スイス製のエンジンですね。を選べるんですけども、 僕はそこに、前もちょっと言いましたけども、こういうまあ、サンマーティンっていうブランドで、そこに SW200 がいるかとは僕は思っていません。そこまで精密がどうとかも思わないし、その SW200 にすると当然値段が上がるんですね。で、そういうものをこう求める時計では僕はないと思ってるので、 あの、PT5000 がじゃあダメなのかっていうんじゃなくて、全然大丈夫です。あの、本当にきちっとコントロールされてると、日差が5秒以内で済みます。なので、SW200 でも当然そのぐらいの前後の数字が出てくるので、あの、非常に仕上がりのいい、え機械だと思います。なので、僕はもう迷わず PT5000 選んでます。あの、このサンマーティン他のブランドのシリーズも、 例えば SW200 が選べたりとか、PT5000 が選べたりとかするモデルが何個かあるんですけども、えっとね、僕は迷わず PT5000 です。そこに SW200 に、えっと、だいたいどのぐらいで元ちょっとなので2万4千円ぐらいの差額が出てくるんですけども、そのプラスする必要は全く僕はないと思ってるんで、えー、そこの SW200 っていう選択肢は僕の中ではありません。なので僕は必要ないと思います。 で、あの、例えば、グライシンとかスイス製のムーブメントをつ積んでたりとか、まあ、スミスとかだったらミオタを積んでるとか、いう風になるので、それはそれ違う形だと楽しいんで、このサンマーテに関しては、安くいいものをという感覚なので、PT5000 一択でございます。あの、十分信用できる機械なので、安心していただいていいと思います。で、あのね、だいたい日本円にすると、 この PD5000 の方が5万3000円前後ぐらいかと思われます。で、もし SW200 を選ばれるとすると、ちょっと差額が出まして、7万6800円ぐらいの実勢価格になるんではないかなと思います。なので、7万6800円。まあ300防水、300メーターボーツタニウムって考えると、お得だとは思うんですけども、7万、まあ、ほぼほぼ8万円ですよねってなると、 もっといろんな違うブランドも選べるじゃないですか。って思うと、僕はそこに SW200 を選んで、差額は2万4000近く出すことに僕は価値があるとは思いません。ここはまあ個人の自由だと思いますけどね。あの、中国製の時計だけど中身はスイス製のムーブメントを使ってるんだよって思いたいっていう方もいらっしゃると思うので、それは自由だと思いますけども、僕個人は PT5000 一択です。で、十分だと思ってます。 ただ仕上げもすごくいいし、300メーター防水だし、オールチタンでめちゃくちゃ軽いので、これはね、あの皆さんもぜひ調べてください。すごくいいと思います。びっくりするの軽いので、300メーター防水クラスのダイバーズウォッチがこんなに薄くてこんなに軽いことはあんまり他のモデルではないような気がします。あの、ぜひちょっと手に取って、 つけてみる価値はある時計だと僕は思います。で、えっとね、これね、あの、ベゼルの動きなんですけど、チタンなので、ね、もう少しベゼルの感じが変わるのかなと思うんですけどね、これやっぱり素晴らしいんで、ちょっと見てくださいね。 中心に行きますバックプレイ全くありません。120クリック。ものすごくきっちり、ちょっと軽いかなぐらいです。でも非常に気持ちいいベゼルです。これね、僕実はこの前からマイクをちょっと使ってるんですけど、この近くでするとちょっと変わるのかなちょっとやってみますね。 どうですかねちょっと聞こえやすかったでしょうか <laughs> ちょっと分かんないですけど。あの、すごくね、おすすめです。あの、今までサンマーティンたくさんのものをね、あのちょっと手に入れて、あるものに関してはレビューをさせてもらったりとかもしてるんですけども、え今まででベストだと間違いなく思います。であの、他の機種はもう少しね、安かったりするんですけど、ちょっと微妙にちょっと値段設定がこれやっぱ高いんですね。ただ、まあ、チタニウム。 っていう素材。で、チタニブって非常にね、あの、軽い素材ですけども、加工が非常に難しい素材なので、それを思うと、この値段は納得なのではないかなと思います。で、ちょっと僕のこの16.5の腕に、ちょっとはめてみますね。これね、ほんと軽いですよ。普通、これね、こうバックル止めてない状態で、こういう風にすると、なんていうかな。 ブローってこうなるじゃないですか。重たい時計って。これね、全くならないんですよ。ならないでしょ。ぐらい軽いんですね、これ。こんな感じです。コマ調整はね、ちょっとすでにさせていただいてますけども、あのね、本当に軽いです。本当に軽い。あの、この前これね、ベレンスをちょっとご紹介しましたけど、これはっきりと重いんですよ、まあまあ。あ もうね、これをつけてからこれつけると重すぎるように思うぐらい、あの、ほんと軽いです。あの、こうするとちょっとわかりますかね。そんなに僕も結構ギチギチに止めてるわけではないんですけども、少し余裕があるぐらいに止めてるんですけど、ブランブランしないんですね、時計が。このぐらいのあの、300メーター防水クラスのシードウェリアとか、こうやったらもうブランブラン、グラングランするじゃないですか。がありません。ぐらい軽いので、あの、これは自信を持って、 おすすめできます。別にあの僕サンマーティンの回し物でも何でもないですけど、あのね、すごくいいです。本当に。で、300メーター防水できちっとこういうバルブがついてて、で、当然サファイアクレスタル。ダブルなんです。でえ、ブルーの AR コーティングです。非常に綺麗なサファイアガラスです。ちょっと寄せましょうか。見えるかなこういう感じで、めっちゃくちゃ綺麗な サファイアなので、でセラミックベゼル、チタニウム。で、あの、サンマーティンの最近の素晴らしいこのカチカチっとするブレスレットですね。バックルがついてて、えー、この値段、この軽さ。で、これを買えると思ったらすごく価値があるんではないかなと思います。あの、サンマーティンたくさん種類あるし、 あの、エンジンも何種からか選べたりもしたりとかするんですけど、これはね、僕もかなり本数3マーティン持ってると思いますけどえ、ナンバーワンです。間違いなくナンバーワンです。これね、この僕のやつが、これ、いわゆるメル,スメルセデスハンドですね。ベンズバリーなんですね。なんですけど、もう一個ね、あの、ソードがあります。こういう、まあ、なんていうかな。 ソードまあ、剣ですね。あの形のものもあるんですけども、僕そっちもちょっと手に入れようかなと思ったくらい、これすごく良かったです。なので今ちょっと16分を超えて少し長い動画になってしまいましたけども、あのこちらのサンマーティン SN0111T はめちゃくちゃおすすめなので、えー、ぜひあの皆さんもお考えください。 で、その iLikeWatches イイっていう方が、あの、その方ね、提携されてらっしゃるので、これのあの、テスト機を結構何ヶ月か前かにね、手に入れ,入れられて、あの、テストされてたんですけども、えっ、ー、と、多分この時計の、えー、いわゆる実機、その、きちっと販売が開始した実機としては、多分僕が一番最初のレビューだと思います。なので、あの、 僕はね、あの、個人的な意見しか言ってませんけども、ぜひ価値ある時計なので、ぜひちょっと皆さんにも見ていただきたいなと思います。今日はサンマーティン、えー、一番新しい、ま、シードウェラって言っていいと思います。300メーター防水のダイバーズウォッチ、SN011T オールチタン。こちらの方をご紹介させていただきました。で、えー、明日もう一本多分サンマーティンが来る。 言われててるんですけどももその辺もやっていきますで前、この前ね、ちょっと言ってた、えっと、なんだ、グリシンですね、のコンバットの40、こちらのブルーダイヤルがあるんですけども、こちらの方も機械を見てきちっとレビューをさせていただきますので、ぜひまたよかったらチャンネル登録お願いします。ご意見いただきましたらきちっとお返事してまいりますので、ぜひその辺もよろしくお願いします。今日はサンマーティンのオールチタン。 ダイバーズウォッチ、こちらをご紹介させていただきました。えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました。次のまた動画でお会いいたしましょう。さよなら。